ズベルトかウィルキーか全世界の注目を集めたアメリカ大統領選挙戦の大詰め。ルーズベルト氏は5000万人の有権者に混じってハイドパークの投票場に現れ、自らその一票を入れました。一方、相手のウィルキー氏も必勝の息も高く、ニューヨークのある投票場に現れました。あらゆる通信網は総動員されて刻々の情勢を伝え、全アメリカを挙げて興奮のるつぼの中に投げ込みました。ルーズベルトかウィルキーか、厳粛なる国民の審判は今まさに下されようとしている。ルーズベルトかつ11月6日、ルーズベルト氏は三度大統領に選ばれ、かつて何人も作り得なかった輝かしい記録をアメリカの歴史に記入しました。民衆は熱狂して、彼らの英雄の上に割れ返るような喝采を送りました。